データのバックアップが取れないコンピューターを使ってるんですかと。日本全国の中で福島第一原子力発電所だけだったんです。ところがですね、国立国会図書館にあったんですよ。恐るべし。えっ、って言い出して、やっぱり自分で入ってみないと信用できないと。もう民主党の政権がさんざっぱらな評判だったので、もうダメかもと思っていたので、後々東京電力社長におなりになられる姉川さんという方から電話があって、もう一回入りますから上白石なめんなよ